こんにちは。今回はですね、YouTube 中毒についてお話ししたいと思います。私もごく最近感じたことで、ちょっと共感してくださる方がいるかもなと思って今ちょっとお話しさせていただくんですけど、YouTube 中毒、私もですね、 YouTube を拝見させていただいてですね、特に思想に関、経営とかの思想に関することですね、とあと歴史大好きですから歴史に関することですね、そういった動画を見つけたらもう本当に連続していっぱい見てですね、気がついたら明日仕事なのに夜明けてたとかですね、そういったことがあって、わ大変だっていう事態に陥ってしまうことが結構あるんですね。で、そんな中毒性のある YouTube なんですけど、ちょっと先日気がついたことがあってですね、その YouTube を連続して何回か見てたんです。私がその休日にですね見てたんですけど、はっと気がついたらですね、YouTube の面白い動画を見つけて、その面白い動画を楽しんで視聴している時間より、その面白い動画を見つけるためにいろんなこの関連動画とかをクリックしながら、これ面白くない、クリックしてこれ面白くないって言って選別してる時間の方が長かったんですね、私。ですので、これを見て、あ、すごくなんというか無意な時間を過ごしてるなって考えましてですね、なので、この動画でちょっと皆さんにお伝えしたかったのがですね、勝手ですよ、皆さん勝手ですよ、なんですけど、参考になればと思うんですけど、YouTube をご覧になっている時にですね、今私が申し上げたのと同じ現象ですね、YouTube 面白い動画を見つけてご覧になって楽しんでらっしゃる時間より、その楽しい動画を探している時間の方が長い方、ちょっとその YouTube 探すのをやめてですね、別のご趣味か何かを持たれた方がいいと思います。本当に人生の時間の浪費だと思いますから、人間寿命がありますからね、自分の寿命を大事に使った方がいいと思いますので、なので、そういったYouTube を探してるだけで時間をすごくたくさん消費されてる方っていうのは、本当は YouTube にあなたの求めてるものが枯渇してきてるのに、無理して YouTube の中から面白いことを探そうとしているということですから、ですので、あまり執着せずですね、多分 YouTube を半年も放置してたら、また見たい番組増えてきますから、なので、もしその YouTube で動画を探してる時間の方が長いなって感じられたらですね、もうその YouTube 見るのやめて、半年ぐらい寝かせて、その間別の趣味をされた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと私も YouTube 動画を見るときに、毎週毎週更新される楽しみにしてる動画を見ますけど、それ以外はもう探すという行為をちょっと当分やめようかなと考えましたので、今回このような動画にさせていただきました。皆様の参考になれば幸いです。さようなら。